エクトル・モレノこと、エクトル・アルフレード・モレノ・エレーラは、メキシコ・シナロア州クリアカン出身のサッカー選手。カタール・スターズリーグ・アルガ・ラファ所属。メキシコ代表。ポジションはディフェンダー。15歳の時、アナム・プーマスのユースに入団する。2005年には、メキシコ代表として、フィファ・ユーマイナス17世界選手権に優勝し、その後クラブでもトップチームに上がった。2007年には、 守備的ミッドフィールダーとして、FIFAU-20 ワールドカップにも出場。2007年12月12日、4年半の契約エール、リビジの AG アルクマールに移籍した。2008から09シーズン、AG はリーグ制覇をしたほか、オランダスーパーカップも獲得。2014年まで契約を延長した。2011年6月22日に、 スペインの RCD s スパニオールに5年契約で加入した。2015年8月15日、PSV、アイント方編に移籍した。2017年6月13日、エースローマに4年契約で加入した。2018年1月31日、レアル・ソシエダに移籍した。FIFA ワールドカップ、南アフリカ大会にも招集され、グループリーグのフランス戦。 ウルグアイ戦に先発出場した。2012年6月12日のワールドカップ予選、エルサルバドル戦で代表初得点となる決勝ゴールを挙げた。ありがとうございます。